というわけで本日は我が家のねおパンツについてお話ししたいと思います。まあ、一般的にバードスーツって検索すると結構売ってるところあります。まあ、通常はこういうウィングタイプって言って背中を止めてこっから翼を後からね引き出すっていうこういうタイプが主流になってると思うんですが、まあ、保護された子とかでね翼を怪我してた子とかっていう場合には無理やりねこっから翼を引き出すっていうのがかわいそうなので、こう頭からねかぶるタイプですと翼を引き出さなくていいので、まあ、我が家ではこちらオリジナルで作っております。まあ、我が家の子たちは、まあ、それぞれに負担がないように微調整して作ってるんですけども、まあ、販売するとなるとそうはできませんのでちょっといろいろ改良してこういう形でね、背中を止めてで最後に首を通してここを止めるんですが、で面ファスナーがね幅広く取ってありますので、まあ、ここでねちょっとサイズ調整ができるようになってます。まあ、同じ子であっても夏はすっきりしてねスリムになるっていう時にはちょっときつめにして、冬もこもこしてる時にはちょっと長めで留めるとこれだけサイズが変わってきれますので、こういう感じでねオリジナルで作っております。で中はねこういう感じでナプキンを使ってます。ここね空洞になってるのでうんちがここに落っこちますからお尻が汚れにくいですね。普通に生活してればお尻にうんちがくっつくっていうことはないんですが、ちょっとね元気よく暴れ回ったりして中でうんちがコロコロ動き回るとお尻が少し汚れてしまうっていうことはあるんですけども、基本ここにうんちが落ちますからハトの体自体はさほど汚れないような構造になってます。でうちでね今使ってるのが、まあこういうねタイプでパンティーライナーとか軽いもの、本当に1時間とか2時間とかちょっとした包丁の時だったら、まあ、こういうのにパンティーライナーとかって全然大丈夫なんですけども、まあ、我が家のねドバトーズはみんな大きいのでね、トッピー君以外はみんな大きいので 400g 台で、テオ君ホークに関しては 600g と非常に大きいので、まあ、大きいドバトさんには、こちらのねナプキンで全然大丈夫です。意外とこれ軽いの で形がしっかりしてますから、パンティーライナーとかだと薄くって軽いのがいいんですけども、結構ね遊び回って狭いところに入っていったりとかするとここがね形が崩れてうんちがお尻にくっついちゃったりっていうことがあるので、まあ、400g 台の大きい子たちにはこのちょっとしっかりしたねナプキンを使う方がこの空洞がしっかりキープできるのでおすすめです。でこれセット方法なんですけど、まあ、ナプキンを真ん中をね中心にパタンパタンとこんな感じハート型にねハート型に折る。でこれを裏返して、でここの部分にここを重ねる。でねこの時に少しはみ出る感じで置く方がいいです。こうね、でここを折っとく。でないとここからうんちが染み出てきちゃうのでね、ここ折ります。で親指でしっかり押さえといて、こうね押さえといてくるんとひっくり返して、で形を整える。でここがね少し出てるのがポイントね。
とね、ここが汚れにくいので、綺麗にね、形も。こんな感じでセットします。まあ、我が家のスーツはこういう感じで、立体になってます。鳩の体ってね、丸っこいので、こういう感じで立体になってますので、多分着心地はいいと思われます。一般的に売ってるものだと、こういう、ぺったんこなんでね。あと、ここの、尾羽の穴も小さかったりします。鳩の尾羽の付け根は大きいので、なので、まあ、我が家は、こうちゃんとね、尾羽、きつくないように、オーバーに開くところと、こう立体的になるように、裁断を工夫して作っております。はい、ポッピーくんね、ポッピーくんにおパンツを着せます。まず、2パターンね。頭を先にこの輪っかに通して、で、足をね、ちょっと指に握ってもらって、おパンツを足の間に通して、で、お尻を、よいしょ、お尻を当てて、で、背中ね、こっちも。で、この時にこの辺のね、羽を巻き込んだりしないように気をつけて、背中を止めて、で、最後にこれを、で、完成ね。足巻き込んでないか確認して、お尻もちゃんと入ってるか確認。今、ちょっと手をくんが来た。最後にね、ちょっとここ引っ張ってあげて、お尻がね、ちゃんと入ってるか確認するといいと思います。で、もう一パターンの着せ方は、脱がすときは、ここをピリッと、まず頭を抜いて、で、これをこのままね。あと、今、お姉ちゃんもテオくんが来た。あとは、お尻からね、まず持って、お尻をパカッと、で、これをね、ちょっとテオくん邪魔。背中を先に止めて、で、足の間を、これを通して、でね、暴れないようにこう体にくっつけるようにすると羽が広がらないのでいいと思う。で、頭を通して頭通して頭通してもらって止めるパターンね。で、絶対暴れるので、ただね、暴れ続けるっていうことはないんですよ。今じーっとしてますけど、くーちゃん待ってて。今じーっとしてますけど、たまにね、ジタバタジタバタしちゃう時があるので、その時は、ちょっと待つ。ジタバタしなくなるまで。で、あ、ほら、今ちょっと、もう一回やってみようか。頭を抜いて、で、いや、今ね、ここは押さえてるのね。で、これ脱がすときに、よいしょ、よいしょって感じ。もう一回いこうか。多分ね、頭、チタバタして頭を通すのが最後。ほら、ちょっとね、チタバタ。もう、ごめん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 。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ごめんね、ごめん、ごめん、はいはいはい。よいしょ、よいしょ。ごめんごめん。すぐじゃあ手早くしましょうか。頭をね、先に通す方が、こう抱っこしといて、頭だけ先に通しちゃって、で、これを親指で押さえときます。で、足の間を通さなければいけないので、足を
自分のね指に握らせといて、ちょっと体をこうするとおしめがこうくるので、こうね指を握らせといて、こうするとおしめがねこうくるでしょ。でこれをよいしょよいしょで指をこう握らしといて、でお尻をキュキュキュッと、で左を乗せて、で右側をパチッとして、で最後にこれをピタッと、はい完成。で足巻き込んでないか、お尻ちゃんと入ってるか確認。よいしょ、ポッピーありがとう。